सन्ता सदा हन्तु सुखीय वेरा खायो जिगुञ्जो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं अवञ्च नमामि धम्मं सन्ता सदा हन्तु सुखीय वेरा खायो जिगुञ्जो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं अवञ्च नमामि संघं सावकं सन्ता सदा हन्तु सुखीय वेरा कायो जिगुञ्जो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं अवञ्च よろしくお願いします。あのいろいろあの占領お坊様がね、広島占領さんがいろんなプログラム出てて考えてるんだからね、それでも時間いっぱいあげなくちゃいけないので私は主役と思ってたんだけど全部終わりちゃったんです脇役のからも脇役に落とされたです、はい、では皆様あの今日はあの厳しい環境の中でね、あの本当に少ない瞑想で、人を選ぶのも大変だからね、まあ、皆様たくさん方々がそのマッシュで参加したがっているし、まあ基本的にはエーサーがマッシュでっていうのは、まあすごいあの楽しい気持ちいいマッシュでね、それは基本的にそうなるんです。しかし、まあまだまだ、この安全状態ね、まあウイルスの安全状態まだできてないんだからね、まあ一応決まり守ることになってしまいました。そういうわけで、あのここで座ってしゃべるとなかなか今日スライドは残ってないんです。で、何か新しい瞑想方法でもね、普段紹介したりはするんだけど、まあこのエーサーカマッスルを企画立ててる過程であまり私を責められなかったんですね。何か面白いことを考えてくださいとかはね、最初からもそういうことあったら何か考えちゃいますけど、まあですからあの昨日は笛川さんにどうすればいいかということを聞いたところで、あの私の意図すると課題を与えたんですね。で、なんで我々に仲良くすることはできないのかと、そこでこの仲良くすることをできないと言ったのは、この別種の皆様のことではなくてね、日本では
では仏教はあるし、まあ、私は別にテーラで中初期仏教のことを、まあ、紹介してもらったり、そうするといろいろ仏家の、あの宗派というレッテル貼っている、まあ、仏教家主義が、まあ、あるんですけど、そこでみんなお互い同じ仏教だから仲良くすればいいでしょうとね、これなんでできないのか、そういうことで、なんかいろいろお寺で私の名前も特別と取り上げて、あの敵通して仏教も扱われていて、だからなんで、あの敵にされてることは全然気にしてないんです、喜んでいるんです当たったのかとしかし仏教はそういう個人的な話ではなく、でもすごい高等なもので、だからよし分かりました、それについてあの再び喋りますと、そこで仏教にとっては宗派が仲良くしなさいとこんな話はないんです。人間が互い仲良くしなさいと、だからそれで必死になって慈悲の生き方、慈悲に基づいた考え方、慈悲に基づいた、まあ、生活習慣、いろんな方法でお釈迦様が、まあ、慈悲を語ってるんですね。それは仏教の、まあ、一部ですけどね、全てじゃないんです。まあ慈悲とはね、生きとし生けるものが幸せであります、たったその一行なんですよ。その生きとし生けるものが幸せでありますようにと、このフレーズ、自分たちを守る呪文と最大のお守りと、それを実行するならば人類には問題はないんです。そこで私はこの慈悲に対してケチをつけちゃうとかなり厳しく攻撃する。なぜならば、生きとし生けるも幸せであれば、そんなのつまらないことで、なれこれって言ったとっても、私はあえて差別と判断するんです。意図的に。人間失格。原始人。石器時代の人。これあえてそうやって差別的な言葉考えたり使ったりもする。考えて自分では悩むのはすぐ言うんです。悩むならば相手悩んでください、俺はいつだって楽ちんでるぞなんでそんなに私は慈悲にケチつけちゃうと差別的なね、意図的に差別的な言葉を使いますかと。それ間違ってじゃないんです。意図的に使う。それぐらい生命に自分を守るために、それしか真理がないんですよ。だから、1回2回ね、
一回は、まあ、横浜法読館にあるカトリック教の神父さんなんですね。行って攻撃したくなったんだけど、まあ、なかなかそこまでできませんでしたけどね。そちらの信者さんのある女性がすごく精神的にいろんな問題抱えていて、だからなんとか流れて私たちのところに来たら、私がいろいろ心を自足、慰める方法を教えてあげて、で、その方がそれで治りましたからね、自分の精神的な病気が。それで私は、これ唱えてください、慈悲の名声。言ったら、まあ、私は実は、洗礼を受けていますよ、それは怒る。まあ、洗礼を受けているばかりで、それはどうでもいいんだけど、あんた洗礼を受けたってもどうでもいいんだけど、このフレーズは、どんな宗教にも対立しないんだと。生きとし生けるものが幸せでありますようにという言葉が、宗教のフレーズじゃないんだと。これ人類が使用しなくちゃいけない知恵の言葉だと。だから一体人のことを忘れちゃえ。言葉がすごいんだから。我々いろんなフレーズ使ってるでしょ。この漢字でもね、いろんな熟語フレーズあるでしょ。あれは誰が最初に作ったのかも、あんまり分からんね。分からなくても、作者は誰であっても、言葉があまりも美しいだったら、人は使うでしょう。だから中国で書かれてた四熟語あれこれともう各熟語書いているのに、生きとし生けるものが幸せでありますようにっていうフレーズには、いろいろ違和感を感じるんですね。だから聞きたくなるのは、なぜですかと。何が悪いんですかと。あなた方の信仰に、迷信に何か文句を言ってるんですか。迷信に凍り固まっている人であっても幸せになれないでしょう。神を信仰する人も幸せになれないでしょう。そこで宗教に関係ない若い方々がね、で、これフェイスは嫌でしょうと言うんだけど、その時は若い方々の環境を知ってますからね、くだらない現代人のね、まあ、歌えない歌手たちの何か歌のフレーズとかね、それを口ずさんでいる若い方々だから、ちょっとキモいやとこれ言うと、私は分かりました。あんた反対にして唱えてる。それでいいでしょ。生きとし生けるものが幸せだな、なんか言うのは気持ち悪い。あ、いいよ。逆に言ってください。10秒で治るんです。だって反対の言葉っていうのは、生きとし生けるものが不幸になりますようにでしょ。で、ある人は私が幸せでありましょうって、それは気持ち悪いんだ。まあいいよ。私は不幸になりましょうって念じてください。気持ちよくない。言った瞬間でパッと意味がわかるんですよ。自分自身が偽善で仙人かぶってると。
私が修行してやりました。こんなこと言ったわかん、まあ皆の者が修行でやりましょうと、俺は偉いんだと、偽善ですね。だから私が修行でやりましょうではなくて、私が不幸になりましょうと言ったとだ、あれ奇襲でしょ。だから書類に奇襲いてほしいんです。人は幸福になりたいんです。あの牧師にも私が講義に行かなかったんだけど、すごい過去の話でね、私が会っていたかったのは、あなたはこのフレーズは神を冒涜することであると、自分が勉強しているキリスト教のどんな学問でもいいんだけど、一つ証拠だってください。生きとし生きるものが神話でありますようにということは、神を冒涜する言葉であると。のこのこと自分の宗教に逆らったことを言ってるでしょ。右のほっぺたぶん殴ったら左も上げなさいと言ってる教えなの。だからあの人も宗教の服を着て何やってるんですか。そういう人々は私がその原始人だと、野蛮人やと、だから言うんです。何とも入ってるんです。相手が外国人だったら、まあ、いくらでも礼されます。日本語は私にとってはちょっとあまり日本語上手じゃないんだから、あんまり気の利いた言葉が出てこないんです。ですから問題は、なんで右にほっぺたで殴ったら左も上げなさいということに逆らって生きてるんですかね。その宗教信仰してるということは、イスラム教でコーランでね、人間に何も危害与えるなよと。人間に危害与えたら、これは神に危害与えたことと同じやと。そこまで言ってるのに、一部の人々はやりたい放題やってるでしょう。なんだこれ。そこで、キリスト教とイスラム教だけじゃない、我々仏教も同じことでしょう。どうやってお互い、お前より俺が偉いとどうやって言えばいいのかいと、それしか考えてないんです。ある人々の宗教組織を作ったのは日蓮さんかもしれません。ある人々の宗教を作ったのは道元禅師かもしれません。それぞれ師匠がいて、師匠の弟子たちがいて、そこで伝統が現れて、名前もあって、何々宗、何々宗とかね、それも普通の自然の流れで、他人を非難侮辱しなさい、他人を汚せと、なんでそこまで進むんですか。だから何をやる前に我々は人間にならなくちゃいけないでしょう。それが大阪様がおっしゃった膨大なメッセージの中で、まあ一つなんです。大阪様は人々を自分の宗教に浸透させようとやらなかったんです。
仏教の場合は仏教徒になるしきたりさえないんです。何か水の中に放り込むとか、何か儀式やるとか、どういうか韓国の坊さんたちやってるような感じで、ろうそくで体を燃やしてもらうとか、韓国の選手の坊さんたちが備苦会を受けると、ここら辺で何かろうそくをつけて、この終わるまで待たなくちゃなんですね。耐えて、そこで朝があるんですね。そういうのをお釈迦様何も一つもおっしゃってない。一回だけでもお釈迦様が仏法僧を信仰しなさい、仏法僧、仏教徒になりなさい、膨大な経典がありますよ。面白いことは後で書かれたらもっと、もう4倍ぐらいな、たくさん大乗経典があるんです。そちらにもないんですよ。真理はあだこうだと言ってるだけで、ですからこの人間に根本的な、人間が現れた時からの大きな思考疾患があったんです。人間だけじゃなくて、どんな生命も物事を考えると、何かどこかでプログラムがおかしくなっているんです。で、お釈迦様の心理学者みたいな感じが、思考パターンでこちらで問題を起こるんだと。だから思考した結して結論出したら、その結論は決まって間違いや。なぜならば結論を作るこの思考過程に問題がある。はい、そう言っちゃうと難しくなるんだから心配にします。私たちは私という主語を持って考える。で、私が思う、私は考える、私はこれこれやる。こういう自分という錯覚を選定に入れて考えると、それは自分だけの世界なんです。自分だけの世界は狭くてあまりやばいんです。不安になる。だからその人は自分を守りに行かなくちゃいけない。そこで私はこう思うと言ったところで、私はこれを信じる、私はこれこれこれやと言った途端、自分の敵っていうのは他人になっちゃう。だから敵に対して攻撃して潰すか、
排他的になるか、どちらかになる。だから人間の中にあるいろんな思考システム、全部排他思考なんです。仲間とそうでない人、自分と他人、だからそこは仏教宗派でも他の宗教の宗派でも何見てもものすごく排他的なんです。カトリック教的な文化的な信仰がある場合は、プロテスタント的な文化信仰はもう傷んで邪道で地獄に落ちる連中なんです。で、クリスチャニティグループはカトリックグループを見ると、あんなのはクリストの教えじゃない、もう間違っていて、あんなことしたらもう神を冒涜しているんだから地獄に落ちる。イスラム教の方々はもう唯一の神はアラータアラーでありし、他の神を信じて、まあみんな地獄や。クリスト教の方々はコーランの通りに祈っても天国に行きます、絶対言わないんです。クリスト様の受難を信仰しなきゃ救われるわけないでしょうと、現在は見てみればみんな地獄でしょ。仏教の宗派でもそうでしょ。今失礼ですけど、お坊さんたちがいるところでいろいろ宗派の名前を挙げてる、実際ですけど、まあ臨済宗の座禅の仕方が正しくて、曹洞宗の座禅の仕方が正しくないんです。そうすると悟られるのは臨済宗のしきたりに座禅宗水筒だけ。それで曹洞宗のお寺に顔を出してみたら、あんなのはもう意味がないと。しかんたさでしか悟れません。見てみれば誰も悟れないね。で、日蓮系の場合は、そんなくだらんアホ間違ってる邪見、何名法蓮経と言わなくちゃうか。それこそ大宇宙のなんとかなんとか。そこで見てください、すべて思考システムは排他的でしょ。我は正しく、他は間違っている。それで笛川さんだった質問、仲良くできないのか。こんな人々ってできるわけないでしょ。人々というのは全て地球の生人間、我が正しいというところで、ね、何も成り立ちませんよ。結果は互い喧嘩する、互いにライバルになる。いかにして相手を倒すのか、批判するのか、バカにするのかと考えているだけ。だから全てまとめては、人類っていうのは互いに噛みつく生命体なんです。他の生命は自分のグループの中で噛みつくことしない。地球にいろんな生命グループいるでしょ。犬たちがいるし、猿たちもいるし、いろんな種類の鳥たちがいるし、
そのグループが互いに殺し合いやろうではないか、やらないんです。猿の群れは我々猿だから、では仲間を殺しましょう、噛みつきましょうは起きます。しかし猿の一つの猿の群れは別の猿の群れを見ると、あいつら他人だ、神すると追い出せなくちゃ、一体自分も守らなくちゃということになるんです。しかし一番ひどいのは人間なんです。人間が文化があると威張る、文明は気づいたと言えば、信仰システムがあると言えば、政治システムがあると言えば、科学技術は持ってるんだと言えば、すべて他をけなすために使っているんです。科学技術は人を殺すために使っている、そうじゃないと思ってるでしょ。そうじゃない場合もあります。それは金儲かるために使っている。金儲かる時でも他人を貧乏にせて取り、全部取り上げる、これが経済学なんです。すごい進んでいる、すごい進んでいる。我々みたいな、まあ、坊主たちさっぱり知らない世界、外から見るとあの連中は仲間はいかに貧乏に陥れる価値が考えてないでしょ。人類が豊かになる経済システムないんです。人類が豊かになる政治システムがないんです。これ昔やったこの、労働者の政治、完璧嘘でしょ。あれはまあいろいろ名前、コミュニズムとか名前あるんだけどね、それはもう搾取されてるんだと我々も労働者だから、労働者が政権取ればいいんじゃないか、そこで搾取消えました。消えたんですかね。何人かが人動物扱いしていくんです中国でも、ロシアは今共産主義じゃないんだけど、ロシアでも北朝鮮でも国民はもう獣です。一部の何人かだけ神になり上がっちゃう。あの死んだレニンの遺体は未だにあるでしょ、拝んでる。マオツェイドンの遺体はまだ拝んでるでしょ。結局は神になり上がってるんじゃないんですか。金日成の保管室で拝んでるでしょ。人間はけしからんよ。人間には何一つ立派なことできん。人を差別すること、人をけなすこと、これが神話書の道やというんです。それ違うと言ったら、世界一敵が私はビンラデンよりも悪人ですね。日本の坊さんたちも私の名前を挙げて、あいつはもうとんでもないって弁当向かって言ってみてください。そんなに勇気あるなら
だから私は時々すごい汚い単語ですけどね、誰も私にかなわないようですから、すごい汚い単語ですよ。でもそこを言いますよ。この秘密はあります。私は生命平等だと思っているんです。それは誰にも壊すことができない。壊そうとする人が壊されるだけ。その真理をもっと底っぽく、もっと品格なく言うんです。叶わないよと一番は。だから汚く言った方が皆様、あ、そうですかと聞いてくるんです。美しく言ったらバカにするでしょ。バカにされてたまらんだから、ああいうふうに言う。私のベースに大したことはない、皆様と同じですけどね。でも生命は平等だと思ってるんで、そこは違うところなんです。だから仲良くできないのは人間のこの自我中心的な思考なんです。自我中心で考えたら、その瞬間からすべて汚れた臭い考えなんです。すべて恐ろしい細菌の流れなんです。だから我々はいろんな哲学者がいろんな思想家たちが自分の思考を世に発表するでしょう。その度に細菌ばらまいているような感じなんです。だから世は一番逆らいたがる、反対したがる教えはブッダの純教えなんです。そこでブッダの教えを置いといて、いろいろ宗派で宗師様たちの教えを作って、それを拝んでいる。そちらの攻撃はそれほどないんです。だってもう一つゴミだからね。ゴミ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 のあたりで、あ、このゴミは消えてないと、まあ言えないでしょうね。そこで我々は自分が他人と違う、自分が他人より優れている、自分の方がかっこいい、かっこいい、自分の方が正しいと言うために、あらゆる方法を使いますよ。あらゆる一つは仏教のことを、我々仲間のことをしゃべりましょう。まあ、うちの師匠開祖様がもう1000年前、1200年前で生まれて、こういう教えを教えて、我々は今千年もこの伝統で守ってる、伝統を守ってるんだと言われてるんです。中国のなんだらかんだら人がこういうふうに言われて、私たちはその伝統で、だから何か自分の宗派の歴史は400年だったら、それで俺が偉い、他が偉くないということにするかもです。まあ私たちの衣は同じですけど、日本の文で衣の着方、形、それでもお互いに威張り合ってるんです。どちらが正しい。だから伝統を守ることはそんなに悪いことじゃないんだけど、だからといってそれによって他人が見下すことは不可能でしょう。で、日本で一般的にはキリスト教はすごく偉いと思ってるんですね。
誰も勉強していない。なぜ女の偉いと思って鉄砲持ってきたんだからですね。で、人は今日は足がね、何をあげたかというと鉄砲をあげたんです。そこでお互い殺しをやっていたでしょ、嫁で撃って、あるいはあれで、あなんて、まっかそろげで、これやばいんでしょ。侍がやっちゃうと、どちらか知らなくちゃかんでしょ。だから五分五分なんですね。ああまあ、鉄砲やれば一方的に勝てますね。だから一番腰にこのやり方でしょ、機関銃でバチバチバチと撃つことは。昔侍たちはそうじゃなくて、お互いをオープンにしてね、戦ったんだけど、しかしそれでも相手を殺すって考えでしょ。これはより技術持って、より能率高く殺せるんだから。鉄砲持ってきた野蛮人を拝むことになっちゃった。だから野蛮なのは中国人もヨーロッパ人もアシア人も日本人もみんな同じ野蛮人ですよ。自分の国の南アシアの連中も朝から晩まで考えるのは、どうやって俺が偉い相手か偉くないと立証しようではない。そこで民主主義という政治税制してもあるでしょ。民主主義名前かっこいいね。何が民主主義ですか。どんな国が民主主義、民衆の民のみんなの意見を通して政治やってますか。そういう国がある、どこかに。そこで民主主義の場合、政権、election、選挙行わちゃいかんでしょ。それで政党が必要でしょ。政党って何？うちの政党は正しい。あいつらが力。同じこっちゃでしょうね。で民主主義政権では野党与党を蓋するんです。野党はお前らが間違って、与党はお前らが間違ってる。見てみれば両方間違ってるでしょ。迷惑や人類にとって。だからそういうふうに哲学を批判しても、宗教を批判しても、文化を批判しても、この問題は消えません。だからお釈迦様がチェックしな、心チェックして、自分が作ってる壁を全部破ってください。高貴な人間になってください。どこかに閉じ込まれたちっちゃな空気のちょわすかな空気の一滴ではなくて、大気圏に溶けてみてください。全て消えますよ。問題は争いは悩み苦しみは、だからそれがあらゆる言葉で、あらゆるフェーズで同じことを語っているんです。自我をなくせとかね、私はそう語ったのは自我の作家、
The illusion. Illusion of self. And the illusion, no, na pwede pinti ko dahil sa'yo. Dakara, wareba erutto yu, jikkan aru kagiri, ninge ni nakayamu suru koto wa deki na. それから生命は全て平等で自我が成り立たんがやと知っている人にとってはまあ人間っていうのはもう相手にならんね。だから私は出てきてください。それから自分の意見ね、自分の考えに、それもともと間違ってますよ。愛着起こるんです、愛着は。自分が何か美しいと思ったら、これ自分の感覚でしょ。それで愛着が起こる。そうすると、それは美しくないよと誰かが言うと、腹が出す。その人は、あ、私には美しいんだけど、この人は美しく見えないね。と理解することができない。かなり昔私は、ある子供、ちっちゃな子供と、なんで今日何やりたいのかといって、何か映画の名前ってこの映画みたいな。だから私はもう大人で僕の言うときに、もうそれでいて、映画を見せたい。じゃあ見せたいのかなと思っていたんです。思っていたんだけど、いきなり、はい、行きましょうという子供が奴隷になりたくないんだから、あの映画でしょ、ねえ、あれってアホらしいね。まあ、子供が好きになってる映画だからね。あんな変な悪いやってくれるよ。なんだろう。できるだけいい話だ。話したらこのことの後継できなくて、知ったのって。でも、私は好きですけど。私、その際の言葉が一緒であったんです。でも、俺は好きですけど。そこで私は大人になって子供に何か教えたいんです、自由化。子供がその人分かったんです。俺は好きですけど、好きじゃない人間がいるんだ。それで俺が好きなんですよ、落ち込んで負けを見てくれとかね、はい、分かった、じゃあ一緒に行こうって言って、あの映画見よう。で、映画館を探して、二人で計画を立てて、どんな電車に乗って、どこで降りればいいかなとかね、計画を立てながら、行って、その映画を見たんですね。映画を見て、子供は本当大興奮。ああ、もう管理できない。私は。私はすまなかったね、やらないか、ああ、時間。行った途端、私のこと心配して、あの、興奮して、ギャー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 しゃべることをやるわけです。ですから、この、そういうふうに、世間では子供たちに教えますよね。一緒ね、我々は思う、ゆえに我々は正しい。例えば、別の例出してみましょう。仏教では嘘を知るといけないと言ってますね。キリスト教では嘘を知りなさいと言ってますかね。
知ってるのはそういうふうに言ってる、言ってないです。まあ仏教教でも嘘をついたらあかんぜと言ってるし、仏教も嘘をついたらあかんぜと言ってるし、だから同じじゃん。それは人間考えることでしょ。同じじゃないです。あれはキリスト教の教えに従って嘘をついてはいけないと、そちらに結論に達した過程があるんです。ある個人が考えた過程があるんです。仏教で嘘をついてはあかんと言ったら、それは私が言ってるんじゃなくて、ブッダの言葉だから、ブッダは嘘をなぜするとはいけないのかと考えた過程がある。だから嘘をするなかれっていうフェースだけ見て、みんな同じこと言ってることにならないんですね。もしそうなるなら、より宗教争いは消えるはずなんです。こうするまとめて言ってるよ。嘘をするとは言ってるんだろうな。いや、しかし人間になれと言ってるんだろうな。単語違うだけで。だったら宗教をみんな仲良くすればいいでしょ。仲良くはしませんよ。できるだけ相手を過ごしたいんです。それでしょ。だから宗教世界も、いかにして相手を過ごすのかと考えてるんだから、その人向けの指導で生活する一般人のことはもう言うまでもないでしょう。真理はそんな馬鹿げた話ではないんです。だから仏教は真理を語ったんです。ブッダは本当のところ、嘘をそこなからで言ってない。盗むなかれと言ってないんです。勘違いしないでください。ブッダをおっしゃってるのは、まあ、こういう結果になるかね。まあ、提案として嘘をつかない方がよろしい。嘘をつくか、つかないか、それはその人の自由です。あれほど膨大な道徳、膨大な真理、まあ、修行法、あれほど精密に語っているのに、知りすぎない、こうしなさい。自分で判断してください。ですから、もし人類に生きとし生きるものが幸せでありますようにということが生き方である、それだけで世界は治ります。全部病気、過去思想システムの互いのライバル意識がなくなる。大学同士でもお互いライバル意識でしょ。皆さんは知ってるでしょ。もう私はもうそろそろ死にますから、一緒にもう大学生が関係ないんだけど、同じ学問であっても、それぞれ大学の教授たちは相手を敵視してる。真理は何かと発見することじゃなくて、あの考えどうやって破壊で潰れるのか、だから学者の世界でもいろんな学派、いろんな考えあるんだけど、それも他を非難侮辱するために使う。これ人々を理解してもらわないのは、例えばソーシャロジー学ぶ、
ソーショロギって何でした？社会学。すべての社会学を学べないんだから、自分いろいろサンプル取って研究する。で、たくさん意見は成り立つんだよ。それだけ認めれば。かなり昔、私はあるお寺に、禅寺だと思いますけど、何かのテーマあって喋っていたんでしょう。私に頼んだテーマだから、テーマの中でずっと1時間ちょっと伸びて喋ったんです。それで住職の坊さんもそれずっと話し聞いていたんですね。私はこの人を喧嘩するアイディアはもうほとんど言わないよ。あえて言う場合はちょっとユーモアを取るために言うだけで、笑ってもらうためにけなってみるんです。で、一緒に心の中で何も持ってないんです。で、今日も結構専業さんといろいろ言い合ったりしたんだけど、全然喧嘩するつもりじゃなくて、お互い笑って気持ちよく言おうではないかと。ですから、まあそれ人が気持ち悪くなる言葉は できるだけ言い換えますけど、そこでずっとその話を聞いて、お坊さんも聞いていて、でもお坊さんが自分がまあ相当数のお寺ですから、なんかどこかで自分の立場が壊れたと思っちゃったみたいです。かわいそう。そこでみんなお互いの意見に言ったり質問したりする。その坊さんが、あ、そんなさらさんはいろいろことをたくさん喋りましたけど、空のことは喋らなかったと。こちらではもう空の教えですよと言ったんですね。私は黙っていたんです。もう知ってるんだから、このバカがね。アホが二つの点で間違ったんです。一、私は空について知ってるか知らないのか。私に聞いてない。自分の固定概念で、まあどうせ初期テーマで上座仏教だからね、空の思想を知るわけないでしょっていう固定概念。もう一つの問題は、テーマに関係ないんです。あたりだからテーマに関係ないし、私は空思想を知ってるか調べていないし、それで空のことを喋れなかったんだから、私の話がレベル低いと言ったところに、もし私が反論したらどうなるんですか。住職をやめればな。でもそんなことはやらんだから、まあ黙ってすみません。ということにしたんです。ですから、この知識人はよろしいし、哲学者もよろしいし、まあいろんな人間考えるものだから完璧じゃないんです、何一つ。だから我々言ってること、やってること、考えてること、何一つも完璧じゃないから、もうちょっと落ち着きましょう。日本人には日本人として誇りあるかもしれませんだけど、誇りに負う必要ないでしょ。あんた計画立てて日本人になったんですか。選んだんですかね。国、世界の民族の中で日本という日本人で民族が唯一優れている。だから私は日本人でなって生まれるとか、振り返ってみたら、なんか誰かお前日本人がって言われただけの話でしょ。
で、我々の場合もそうなんです。私には国を捨てることも、自分生まれた民族を捨てることもできる、至って単純にできるんだから、やっちゃったんだから。私はただの人間になっただけです。まあ文化的にいろいろ、まあ、あなたの戸籍なんでしたか、あれこれと、それはもう世間のこと、俺には関係ない。そういうわけで、この仲良きするということは、こんなシンプルで歌っただけで成り立つものじゃないんです。それは知恵の世界なんです。知恵を開発しなくちゃいけないんです。すべて無常や。自分も無常や。自分というものはないんだと。だから今日もちょっと瞑想を紹介することできなかったんだから、ほんのちょっと触れてみます。皆様は自分の体を構成している部品を、臓器のリストを作ってください。これ仏教ではリストありますけど、それ使っても古いリストだから、現代もちょっとしたこの子供たち のそういう関係の本を開けてみたら、髪の毛がある、皮膚があって、骨があって、あれやこれやとかね、腎臓、心臓、あれこれとあるでしょ。このリスト全部取ってみてください。すねもあるしね。すねだっても足のすねと指のすねがそれぞれ違うし。指だっても、まあ、5本指があるし。それ違う名前あるでしょ。いくつかの臓器はペアでしょ。ペアでない臓器もありますね。それは何て言ったっけ。まあ皆様の宿題だからね、答えます。まあ胃袋、大腸とかね、小腸、心臓。まあ、ペアじゃないです。肺はペアですね。脳はペアです。ですから、左と右っていうふうに分けますね。それ、リストにとって、いちいちチェックしてください。はい、髪の毛、1、髪の毛。私ですか？髪の毛が私ですか？いいえですね。答えは答えない。髪の毛ないね。髪の毛が私ですか？いいえ。正解は？正解も知らない。やめなさい。私ではありません。ん？私ではありません。だからそれ言ったでしょ。これ不正解。これ正解って言ってる。私の髪の毛。ん？私の髪の毛。そうそう。私の髪の毛です。はい、左目。私ですか？違います。私の左の目です。右の目、ペアですからね、残念ながら。そこに見えないの世界は。目が二つぶつぶってる。ちょっとこれ、理不尽でしょ。の二つ持って、ろくに何も考えてない。目が二つ丸のに、世は見ていないんで
事情を見ていない。耳が蓋ついてるのに聞いてない。まあそれは冗談で、では右目が私ですか、バッツ違います。私の右目です。そこで自分の体構成するリストは例えば300あっても、1500あっても、1万あっても同じ答えでしょ。私ではないでしょ。私の髪の毛だら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 でしょ。私の脳みそでしょ。じゃあ逆にファンクションに移してみましょうか。思考が私ですか、妄想が私ですか。体のファンクション見ても、機能を見ても、歩くことが私ですか、寝ることが私ですか、食べる行為が私ですか。悩みが私ですか、落ち込みが私ですか。どう聞いても答え違います。悩みが私ではなくて、私の悩み。証拠で跡形もなく消えるでしょう。私ってどこにあるんですか、ね、では全てまとめたら私ですか。いえ、そうでもない。はい、これではなく別の私がいるんですか。ないんです。私の手がこちらであって、私が諦めるわけないでしょ。ですからそれが一つの瞑想なんです。こういう瞑想っていうのはお釈迦様と時期時間の場合は祈祷の能力を見て、お釈迦様はじーっと質問するんです。そこで真理通して、事実通して、あんた見つからない概念に執着してすることは正しいんですか。正しくない。あ、だったら捨てなさい。で、そういうことで、私たちは存在すらしない。どこかで便利で、考えるとき便利な単語しか、この単語に執着して、世は生き地獄にしている。生きることは地獄になっているのは、過去人の私という実感があるからなんです。何もないんだったら困ること何もないでしょう。私がいなかったら別にいい、別にいい舞台があって、まあそれが痛くなったり、いろいろ、まあ別にいいんじゃないでしょう。私がいなかったら誰かが、ガチャ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 何のこと言ったっても、まあ別に私がいないからどうなんか言葉流れてるだけ。人が、あんたほど邪険邪道の人がいませんって言っても、私は、私がいるんだ、誰にそれって言ってるでしょうか。誰のこと言うだけ。だからそこで安穏自由っていうのは目の前で現れるんです。
あ、もう一つワンポイント言って話し終了します。時間的にはまあ相当世の中みんな平和好きですね。人類みんな平和が好きだったら世界は平和でしょ。平和大反対という人がいる？いない。変でしょ。私が平和大反対、私は戦争は正しいと思っているという人間がいない。なのに遭遇結果なんですか。ひとかけらも平和がないでしょう。過去も現在もおそらく将来も。これって変でしょ。理解できますか。それを解決するポイントなんです。本来は私が、他人が敵。だから自分の都合で平和が好きって言ったら、自分が攻撃を受けないことだけ考えてる。攻撃を受けたら、受けたら徹底的にやっつける。ですからどこかであの自我の錯覚がちょっと気づいたら、そこで至って単純に戦争の火種が現れて爆破するんです。もともと錯覚なんです。そこで調和、何て言ったっけ、という単語をね、よく日本でもう嫌になるほど聞こえますね。ということは、ひとかけらがないんです。皆様の間で調和っていうのないから、皆様方調和を保つためにはっちゃめちゃ苦労する。お辞儀するわ、言葉気をつけるわ、もう結婚式でこんな言葉、友達だったらこんな言葉とかね、あるわあるわ。使ってはならない単語、使ってならんだって何で単語あるんだよ。だから一かけらも調和がないから、この社会で皆様方は調和を保つために四苦八苦しているんです。結果が調和がないんです。どう見ても相手の何か悪口言ってるんです。仲良くさせることすっごい難しい。だから私はなんか世に何か今この考え方入ってるんだよとか言った途端、やべえといつでも思うんですよ。あ、やべえ。例えばどうとこう守るべきや、誰かもう喉に血が出るまで喋ってるならばやばいです。その人超怪しい。だから一般的にはあんまり道徳的なことガラガラ言う人のこと嫌いでしょ。その通りです。やばい。
そういうわけで我々はこの平和の哲学、調和の哲学、仲良くするための哲学はものすごくたくさんあるんですね。ということは一つもないからなんです。あるものについては誰も喋ったりも哲学したりもしない。で一つをいい例え出します。私たちは一人一人皆様も私は人間であるということは立証するために証明するために苦労する、いろんな証拠を資料を集めてファイル作って携帯に入れて人に出す、こういうことでこういうことで私は人間で、いらんね、なんで人間だから。あれは人間での二種類いるでしょ、男と女っていうのはね。まあたまに例外ありますけど、まあ例外置いておいて、普通の場合は自分が女であり自分が男であるというために初めて立証する文章を持っていく必要ありますかね、議論する必要ありますかね。ないでしょ。まあたまに疑われるケースありますよ。でもそれは一般的にみんな知ってるんだから、どうしても必要だったら聞いてみれば、ね、そういう通り聞かなくたっても、なんか時々日本で言いますよ、ものの見事な女装する男性がいるんですよ。どう見てもバレない。なぜならばそれでバレます。女は演じないんです。女はだらしないんです。あんまりにも正確に歩くとき、座るとき、手を上げるときとかね、あんまりにも完璧だったら、これはもう男です。あの日本で女役やる舞台やるでしょ、あれなんてもん、歌舞伎で出ていく女どうですかね。あれ見る女たちもああいいなと思うんでしょ。で裏切ってる男ですけど、ごっつい男ですけど、だから何か完璧に演じるならば中身は反対ということでしょ。だから女は女を演じない。手を挙げると気をつけて、女性らしく手を挙げたりしない。いい加減。気楽。ですから、非常に道徳的な話があるわ、あるわ、ね、一つも道徳じゃない。平和のために語る。ちょっとやばい。人類みんな神が作ったという、その時点で、やばい、おかしい。だったら宗教いらんでしょ。すべての人間は神が作ったならば、なんで神の起源取りしてるんですか。だからあなたは神を信じなさい。なんで信じるの。なんで信じる。いや、あなたは神のこと知らんだから。
え、だから神のことを知らんように救ったのはダメでしょ。だから神を信じることは神の意見に反する。神様は私に幸福を与えてください。俺に祈ってはならない。これは冒涜になるんです。もし私が不幸だったら、私は不幸を感じているならば、戦時戦の神がそういうふうにセッティングしているんだから、ね、だから何があってもありがてえと言わなくちゃいけないんです。ウクライナ人がありがたいと死んだ方がいいんです。なんてありがたいんですか。キリスト教会でしょう。ロシア人もロシアのマスジー人々は戦闘に出されて殺されているでしょう。殺すだけありがたい、ありがとうございます。言って死んだ方がいいんじゃない？これ人間何言うのか。だから、たとえ妄想して戦地戦能の神が俺はそこで、これも排他的な結果になるんです。他を非難侮辱するために使う。永遠の天国、永遠の地獄と救って、それで人を非難侮辱するんです。差別をかき立てるんです。なんでそんなに頑張って差別をかき立てるんですか。我々はあなたと違う。例えば日本人はアメリカ人と違いますよ、日本人はヨーロッパ人と違いますよ、聞いてないんだよ。威張ってるでしょ。日本人は中国人と違いますよ。あ、自分のことで面白いことがあるんですよ。我々たちはこの韓国人と日本人というのはいつでも間違う。我々の目からはその区別できないんです。だから最初に外人として会った人は何人と聞いたら I am Korean と言ったら、似ているもう一人人が聞いたら I am Korean と聞くんです。その人はすごく違います、 I am Japanese と。でも面白いことを言うことがあるんです。100人の場合はある程度慣れてますから、そう失速もしないんです。あんまり We are from と聞くんです。で、現に私もそうなんですよ。コンビニとかいろいろ、え、何名前言ったら漢字じゃないね。そこで自分のことを保持して言われなくちゃいけなくなっちゃうんです。そこでなんで私はこういうものをこういうものをあんた方と違いますよと、そんなにも痛がってますか。日本の調和の話と同じく、和合の話と同じく、うるさい人に和合の話と言われるんです。なんでやってる和合ないから、調和がないから。人間それほど自分が違うやと、あまりにも頑張って苦労するのはもともとみんな平等だからなんです。だから人間が我々は人間であることを証明することは一切しないんです。女は私は女であることを立証して証明するために一切何もしないんです。
そこはすっごい楽チェンでる。しかし自分が他人と違うというためにどれほど苦しんでるかというと、それで我々仏教の読み方は、だから言っただろう、みんな平等だと。だから嘘を立証するためにものすごい苦労しなくちゃならない。裁判で嘘の表現すると、それは証言が嘘でないようにバレないようにするためにはものすごい難しいんですよ。だから簡単に生命は平等だと理解してください。それで楽ちんなんです。全て問題は消える。その時点に来ない限りは仏教の宗派の間もお互いに牙を向いて噛みすこうとしている。キリスト教のたくさん宗派があるんだからね、仏教の坊さんって負けてますよ頑張ってください。もうたくさん宗派するキリスト教に負けんようにテロあるけど、宗派がいっぱいあるんです。こちらもまあいろいろで、うちの宗派が立派で正しいいうために四苦八苦ですよ。はい、そういうことで、これはブッダのメッセージで、真理、事実、本当のことであって、生命は平等です。形だけ違うんです。それぞれ生命は自分に適した生き方をしているだけ。そこは良いでも悪いでもなくて、そのものなんです。ウサギは人参食べる、猫は食べない。どちらで偉い？どちらをけなす？バカでしょ。ウサギという肉体を持ってるんだから、人参食べてる。猫という肉体を持ってる生命が、もう何か食べてるの？わからない。チーズ食べてる。ウサギが喜ばないし、チーズ食べてる猫があんた最直進じゃないねとかね、けなすこともできないし、人間それぐらいやってるんでしょ。私は最直進やと、間違ったら勝手にしなさい、どうでもいいでしょ。だから最直進者が自分が最直進であることで威張ろうとしてるんです。もしか決まってああいう連中はものすごく肉魚好きやと思いますだから自分をいじめて苦しんで、とにかく俺が偉いと、ではなくて姿勢には肉が嫌い、もう食べられないという人は、それでもって人をけなすこともしないし、自分がちょっと上ってことはしないんですね。だから食い物からでも私とお互いに喧嘩しようとしてるんです。私日本に来て最初の頃、我々学生グループでいたんだから、かなり痛そうなグループなんですよ。そんな年齢でもなかったんだけど、結局大学からちょっと聞いたんだから、だからまあ結構いろんないたずらするんですよ。そこで時々日本人が、もうあんた方はどこで聞いたりして、もうご飯食べること言っちゃうと、我々は言ってすごく気持ち悪くなるの。我々は箸をすべ、我々は手で食べます、言うと、人間の頭の中で手でこうやって食べてる、なんか野蛮人のイメージが現れるんです。これ感じて言われるとかね、お互いに笑っちゃうね。
やられてるとわからないんです。最初はそういう楽しみだったんだけどね、あそれは友達グループに入っちゃうとどうせあの連中と同じく一人で見るとそういうことしませんだけどね。だから手で食べることは品格がないとか、箸で食べることは品格がいいとか、なんだこれ。箸で食べるときのそれなりのしきたり文化がある。ナイフフォークを使う場合もそれなりのしきたり文化がある。手で食べるときでもありますよ。ちっちゃいときからそれ学んでもらわない。だから私たちから見れば日本の方々はじゃあみんな一緒だから私も手で食べましょうと、だから我々がどうそうと言うんだけど、本当は手で食べてほしくないんです。なぜならば我々は品格だと思うものは全部壊ってるんですしょうがないんでしょうね、知らないんだから。かえって一緒に仲間だから仲間になろうと努力してるんだから、そこら辺も評価してあげるんです。だから人間っていうのは仲良くできんね。食い物からでも愛おしくする。ブッダの答えは生命は平等です。ウサギという形だったら人間食べる、猫という形になっちゃうと子牛はどう頑張っても菜食主義にならない。いくら有機栽培で育てた草を持ってきても犬は食べない。しかしこのリミットを超えて全て生命平等だと思うと、じゃあ最終的にちょっと面白いエピソード、面白いのは私が見たんです。皆様にも面白いと思わなくてもいいんです。だ猫はたまたま草食べますよ。なんか分けがあってよくわからない。でも食べる草の種類があるんです。今ペットショップで売ってるんだけどね、あれってあんまり猫が面白がらないんです。ちょっとヤブに入っていろんな雑草の中から自分の薬になるあの草を探しているんですね。で話が時々ある猫がそうやってやぶに入って探しているの、探しているの見つからない。で私は上から見るんだから見つけてね、見つけて食べる葉っぱも知ってるんです。だから読んでこれでしょ、おいでおいでこれでしょ言ったら、それ見たら、ああそうだろうね、それ食べた、食べたんです。だから猫が何さば探しているのかと知ることができる。どんな草食べているのか知ることができる。草の中でもどんな葉っぱも無差別に食べない。その葉っぱにも位置形いろいろあるんです。それは猫の本能で知ってるんです。薬になるのはこの葉っぱで、これじゃない。だからこの我が違うという気持ち捨てちゃうと偉く仲良くすることができますよ。すごくいい世界があるわけです。はい、この冬のテーマはそれで終了です。我々は時間という錯覚で、全部間違ってるんだからね。生命、人間という生命は考えて行動する生命なんです。だから人間だけ必ず間違っちゃう。
なぜならば考え方がおかしいんです。私という称号で考えるから。だから職を与えるということは動物の世界では起きませんね。人間の世界で起きるんです。思考しているんだから。食べ物を見て、あ、これは体、自分の体に悪いと判断できるんです。はい、そういうことで、あの、仲良くするということも一つの、まあ、行動なことで、武士道の道で、真理を発見する人が仲良くするんです。真理を発見しない限り、生命は、我は正しい、相手は間違っているという、すっごい苦しみの世界で出ているんです。まあ、ウェイサーカの行為を通して、ブッダのメッセージ一つ通って、それを受け止めてください。ありがとうございます。